はい、前回、ルノーとガレリウスを倒して、まあ、結構ね、大きめの戦いに勝ったんですけど、その後ですね、なんでもこのドラケンガルドっていう地方に、アレインのいとこがいるということで、まあ、ちょっとそのドラケンガルドに行こうかなと。で、ドラケンガルドに行くために、この竜の国っていうところ、これ多分またステージかな、あると思うんですけど、ここですね、これから行こうと思います。ちなみに、ちょっと一回コルニア領、まあ、なんとなくちょこっとだけ解放しました。回ってね。そしたら、なんとなんと。こちらですね。ルノーとオクリース、それからセルビーという仲間をゲットできましたので、ちょっとまた仲間が増えて、心強いですね。ちょっとこれまだ装備すらあんましてないんだけど。はい。ということで、ちょっと、キャラも増えたし、次のね、ストーリーの方、ドラケンガルドの方を進んでいこうと思います。さて、どんな感じでしょうか？これまた新しいクラスかな？反乱軍だと？ここを通すわけにはいかぬ。あららら、いきなりか。いきなり解放戦。敵のレベル9だから、まあ大したことないね。ワイバーンナイトっていうんだ。初めてだね。ドラケンガルドの国境にある宮関所。長きにわたりコルニアからの侵攻を防いできたこの関所は、現在ゼノイラ軍が管理している。この巨大な門のある関所を攻略する。まあ行きましょう。ワイバーンナイトってちょっと初めて見るけど、どういうクラスなんだろう。グリフォンナイトに強いのかな。来たか、反乱軍フリック。ドラケンガルド領内で問題が起きているこの時期に面倒な。へえ、ドラケンガルド内でなんか問題起きてるんだね。さあ、まあ近いね。あそこを占拠すれば勝ちと。じゃあステージスタート。考えるんだ。アレイン隊よし。さん行くか。私の出番でしょうか。行きます。お力になります。お待ちょ、ください。何してんの？あ、間違えたんだけど、なんか操作を。やっちまった。お力になります。了解なんでか間違えて休息をしちゃったんだけど。やっちまってんな、これ。え、待って、これさ、す。俺が相手だ。引き返した方がいい？これ。負けませんよ。さあ来い。とりあえずここは戦って。え、神のお導きこいつら戦った方がいいか。そちらですね。どう出るべきか。どうだろう。普通になんかワイバーンナイトに対してこのアレイン隊とかが有利取れてるから。待てよ、待って待って。アレイン隊で迎え撃とう。はい。でシャロン隊でここ取って見張り台取ろうか。いや、フラウ隊いきなり間違えて休息ボタンを押しちゃったの、ちょっとやっちまったな。力を合わせましょう。さあ、あ、これ相手はなんだ。マーセナリーか。男マーセナリーか。男のマーセナリー、ちょっと初めてかな、見るの。さあ、守備も上がって。はい、プロテクションでガードしちゃうもんね。なるほどね。オクリス強いね。いいっすね。ねえ。で、ホーリー、あ、キュアエールするんだ。強いな。ナイス。いやー、スカーレットいるとかなり安心できるね。さあ、これがまあ、敵のボスか。まあ、ちょっと見ようか。アレイン隊のちょっとスタミナなくなっちゃうんだけど、これ。平気だぜ。私に続け。これぐらい。やらせるか。ホールスラスト。そこ。うん、何なんだろう。ワイバーンナイトの強みというか、あ、分からんな。すぐに回復するわ。はい。好きだけど効かねえぜ。ガードさらし。ここだ。これでどう？これぐらい。さあ、ホーリーライトでとどめと。いいね。いい調子だ。休息を取ろう。さあ、休息を取ろうということで。まあまあまあ。
この2部隊がいるから大丈夫じゃないですか。やっぱ4人部隊っていうのも強いね。まあフォールサーストはガードと。ああ魔法に弱いね。ワイバンナイト普通に結構入ってるもんね攻撃で。ワイドスマッシュでズドンと。いいね。はいっすね。オッケー、レベルアップいいね。おっマジックミサイル覚えた。いいね。はいオッケー。はいステージクリア。まあかなり余裕でしたね。最初いきなりちょっと動かすの忘れて休息してしまうというちょっと謎のプレミをしたけど変なプレミはしてしまったが、まあ普通に勝利と。さてと宮関所。お誰これ。ジョセフ。ああ、これがアレインのいとこ。もういきなり会えたね、バージニア姫と。バージニア姫10年ぶりだな。あこんなとこにいたのね。もっとドラケンガルドのなんか領地の奥に入らないと会えないかと思ってた。っていると石膏から知らせがあってな。かっこいいな、やっぱアレインの妹、あのいとこだけあって。姫はドラケンガルドで何を、何してたの。10年前ガレリウス反乱の折、私はドラケンガルドに逃がされた。はいはいはい。それ以来第二王子ギルベルトの世話になっているのだ。そうでしたか。長い。バージニアも絶対仲間になるじゃんね、これ。やった。構わん、このリアが。あリアね、役として年中世話を焼いて。バージニアとリアも仲間になるんじゃない、これ。どっちも仲間になるんじゃない。本来をあしっかり者って感じだね、リアさん。分かった。お前に任せるぞ。私たちは皆様に援軍をお頼みした。おーおーおー、はいはいはい、当然。ギルベルト様は現在城を奪還すべくバウムラッティに。なるほどね。ドラケンガルドでギルベルトも戦ってるから、まあ、手伝ってほしいって感じか。オッケーオッケー、いいよ。そうだ。アレインはどこにいる？いるでしょアレイン。あ、いたいたいた。バージニア姫。久方ぶりだ。まあここは面識あるんだね。あれいいか、見違えたぞ。だってもう10年ぶりぐらいだもんね、会うの。私の背丈を超えるとは。バージニア姫は何歳年上なんだろう。最後に会った時俺は7歳だった。7歳ってことは13年前ぐらいってことかな。しかし今までよく頑張ったな。あれ10歳ぐらいだっけ。私も解放軍に参加する。あれいいな、ちょっと分かんなくなっちゃった。大いに頼るがいい。やった、バージニア仲間になった。え、バージニア様はまだギルベルト様の保護下にあります。勝手にお決めになられては。まあどうせねギルベルト助けに行くし。だがギルベルトには世話になった。恩は返そう。なるほどね。アレイン、聞いての通りだ。ギルベルトの援軍要請に応えてやれ。いいですよ、もちろん。これで文句なかろう。不満なら引き続き私についてきてもいいぞ。バージニアも結構強気な女性って感じだね。リア。すごいわがままな姫だな。大丈夫か。生前の女王陛下がご自身の。あ、そうなんだ。イレニア女王の若い頃に似てるんだ。私にはよくわかります。ほうほう、なるほどね。あ、幼い俺にとっても頼もしい姉のようだった。いや、いい仲間が増えたね、これは。ともかくリア殿、妖精には応じよう。はいはいはい、当然。この姫を庇護してくれたことを改めて感謝する。こちらこそ、コルニアの援軍、九死に一生を得る思いです。そのレベルか、そこまでか。ドラケンガルド最高のため、この命を賭して戦いましょう。はいはいはい。バージニア、リア、オッケー。仲間がどんどん増えていくね。仲間がどんどん増えていくんだけど、このユニットをさ、いろいろこう考えるのも大変なんだよな。さあちょっと見てみようか。バージニアレベル10で、リアがレベル9だね。ソードマンとクルセイダー。クルセイダーは多分これバージニア限定の感じじゃないかな。いいね、バージニア、かっこいい。でこっちがリアと。アイリアもかっこいい。ちなみにセルビーはこんな感じ。いいね。よし、じゃあまあここ通ろうか。はい、通りました。なんだなんだ、いきなりなんかすごい荒れてるね、ドラケンガルド。
ブラケンガルド地方かなり荒れてるんじゃない？アレイン、ここから先は旧ドラケンガルド王国領だ。今は全てがゼノイラ君の勢力圏だがな。あんたたち外から来たのか？それならこの先気をつけた方がいいぞ。なんで？何かあったのか？ゼノイラ兵の警備がいつにも増して厳しくてな。なんでも近々誰かの処刑が執行される。え、それギルベルトじゃないの？それ私見てよ、囚人が連行されていくの。あの黒い鎧の女戦士、きっとベレンガリア将軍さ。ベレンガリアだって？誰？トラビス？あ、いや、すまん。なんでもない。アレイン、いずれにしてもだ。おー、あ、わかんないや。この地域は解放した方がいいだろう。そうだな。準備が整ったら出撃しよう。あ、いきなりここをなんか、取るためのステージが始まるんだね。敵のレベル10だから、まあ普通に勝てるんじゃないかな。ワイバンナイト、マーセナリー、ホプリタイね。はいはいはい。バージニア姫がこの飛行特攻と重装系に強いから、もうバージニア姫大活躍じゃないここ。はい。コプイの章。読み方合ってるかな？ドライバウムの町。あそこがその目的地かな今回の。あらららら？地下牢。あ！あれがベレンガリア。裏切るからこうなるんだ。え、なんか、ベレンガリア将軍だから、もともとやっぱいい人だよね。くだらん画策をしているお前たちほどとは思わんがな。くだらん画策とは何だろう。うわ、なんかでっけえクモいる。力を退去して攻め落とす計画のことさ。あー。攻めあぐねて兵をかき集めるなんざ。天下のゼノイラ軍が消え、ベレンガリアはまあこの感じ味方だよね。味方側だから。どうせ明日には処刑されるんだ。はいはいはい。じゃあここのステージ勝って処刑を阻止すれば仲間になるそう。これは仲間になるでしょ。ベレンガリア、ベレンガリアのクラス気になるな。この城前、あの弟から教わった技術が役に立つかもしれん。トラビスのお姉さん、これトラビスのお姉さんじゃない、もしかしたら。トラビスのリアクションからも察するに。よし。この辺りは一体で一つの都市群らしいな。その通りだ。だから主要な施設は全て救う必要があるぞ。わかった。解放した場所を守りながら戦おう。なるほどね。あ、3箇所解放せよと。なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ、こいつを倒せば勝ちとか、ここを落とせば勝ちっていうわけじゃなくて、まあ、全部やらないといけないわけだね。よし、やっと本拠地1個取れた敵の。いい度胸だね。オッケー。似てたかな。まあ、ここで一回駐留して、スタミナ回復するか。いい、え、これ勝ってる？勝ってるけど、トラビス落とされたから、もうこれ次の戦いは全然。よし、これで取りに行けるね。よし、はい、そちらですね。考えるんだ。行くぞ。私に歯向かうという。よし、取れた。わけはない。これで。さてとどうなる？なんだなんだ？あれ？誰これ？フリーム？どうしてこんなことに。これは誰？癒して。あのクレリックかな。これもなんか味方になりそうな雰囲気の。ヒルダ姉様。ヒルダ姉様。そこの君。え？誰？誰？なんかなんかアラミス。ただの傭兵だ。なんか後々仲間になりそうなやつが結構どんどん出てくるな。何？どういうこと？これから向かおうとしてる町にこいつらがいるの？ここは一体何だろうこれ。何の話今。ここまで来ればもう逃げられるだろう。あら、あ、助けてくれたんだ。私を助けてくれるの？どうして？どうして？ゼノイラの連中には少々遺恨があってね。何なんだろうこのアラミスは。見つかる前に行くといい。え？待って！何なんだ？
プリム、アラミス、ベレンガリアと、なんかもういっぱい出てきたね。お？何ここ？あ、戦場に急に。誰か、回収してあげようか、じゃあ。ちょ、これ行かないわけにいかないよね。今どういう状況だっけ？あ、ここ駐留して、スタミナ回復。オッケー。で、あー、ぶつかった。ちょっともう目まぐるしく、いろいろと目まぐるしいからさ、こう。で、まあ。オッケー。あ、もしかしてゼナイラ兵と戦ってる方ですか？でしたらどうかご一緒させてください。私はプリム、パレビア聖教の、あ、治癒の魔法が使えるのでお役には立てるかと。もちろん。あ？ホーグに加入したけど、プリム軍になるってこと？プリム隊になるってことかな？なんだなんだ、いろいろとこの、貴様、どこへ行っていた？こいつ味方だよね。どこと問われると、いささか困るな。綺麗な女性のとこだね。だが見つけたのだよ。なんかこういう系のキャラね。はい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 。美しい一輪の、こういう系のキャラっているよね、大体なんか。何をわけのわからんことを。でも、ね、意外とやっぱこういうキャラって強いんだよね。それどころではない。近くで戦闘が発生した。我らは応援に向かう。一応アラミスとも戦うのかな。戦うけど結局仲間になりそうな雰囲気はある。戦闘だと。一体どこの勢力だ。解放軍ってことは知らないのか、アラミスは。途中キャンプにやろう。すぐに向かう。これでいける気がする。何、え、ベレンガリアだ。え、脱獄したの、ベレンガリア。来な、ここで迎え撃ってくれる。ベレンガリア将軍か。え、間違いありません。なぜか追われてるようですが、俺が話をつけてみよう。引き入れられるかもしれない。相手はゼノイラの将軍だぞ。そう簡単に行くとは思えんが。え？アレインで会話しないといけないの？それきついぞ。アレインは一旦ここに戻って再出撃しよう。ちょっと待って、なんかトラビス動き早いな。あれ？あそこにいるのは私を助けてくれた方では？そういえば、ゼノイラには恨みがあるとかおっしゃってたような。どうにかお話しして剣を収めてくれないかしら。なんか戦わないで済みそうな雰囲気もあるね。調子上がってきたぜ。はい、モルドンがレベルアップで、ちょっとなんか不利だ。こっち行こう。あ、女で行けばってこと？これもしかしてそういうことですか？ちょっと見てみるか。女性だと勝てるとかそういうことあるかな。え？悪く思わないでくれたまえ。あ、ホドリックが全然強そうだもんね。はい、クイックヒール。さすがに一人じゃ勝てないよ、こっちには。魔力乗せて。強い強い強いね。ここまでか。え？さあ、まだ幕引きだ。お前だけは死ぬなよ。いる？え、仲間になるわけじゃないのかな。そうなんだ。すがなく終わりましたね。体を休めましょう。プリム隊で話しに行ったらなんとかとかあったかな。そうですね、着きましたよ。はい、再生。さあ、仲間になりますか、ベレンガリア。あなたがベレンガリア将軍か。え、なんか結構好きこのビジュアル。俺はアレイン、コルニアの解放軍だ。はいはいはい、解放軍。なるほど。え、剣を収めた。確かに私はベレンガリア将軍。で、これさ、トラビスのお姉さんでしょ、多分。だが今はただの裏切り者。お前たちの敵ではないぞ。仲間になる？やはりそうか。ならば共に行こう。来い。ゼノイラを倒すために。おい。え？行ってしまったか。強引なやつだ。しかし渡りに船とはこのこと。ここは従ってみる。やったね。え、どうなんだろう。解放軍に加入したのかな。一旦一時部隊みたいな感じかな。お、解放軍に加入しました。お、ダークマーキス。おの、ベレンガリア固有のクラスだ。強そう。報いを受ける。手を貸そう。さあ、多分これでラストじゃないかな。見ていこう。
アシスト射撃受けるけど、まあ、トラビスは避けると。いや、トラビス隊結構活躍したね。はい、ナイス、毒。ドールアックス強えな。オーケー。さあ、レベルアップ。で、ここ取って勝ちだね。だよね。オッケー。いやー、3箇所撃破で大変だったな。やっぱちょっと1箇所目の撃破にすごい戸惑っちゃったから、なかなか大変だった。オッケーオッケーオッケー。やばい、ちょっとそろそろ取り手に行ってユニット拡充とかをしっかりしよう。その辺せずに進んできたからな、どんどん。さあ、来ました、ドライバウムの街。オッケー。いいね、いいね。ありがとう、リア殿。リア殿、ありがとう。改めて紹介しよう。ベレンガリア将軍だ。ベレンガリアの戦ってるところちょっと見てみたかったね。まさか本当に敵の将軍を連れ帰ってくるとはな。まあね、それが、あ、やっぱりそうだ、姉貴。あんた、なんでこんなところに。それはこっちのせいだ。おお、なんだってゼノイラの将軍なんだ。再会した。ゼノイラは仇じゃなかったのかよ、俺たちの親父の。めっちゃ兄弟喧嘩始まっちゃったけど。あんたこそコロニアにいたはずだろ。さっさと帰るんだ。あー、出た、また足でまといだって言って。あん時の俺とは違う。俺は俺のやり方で仇を打つ。あら、トラビス。いや、でも多分ベレンガリアはトラビスね、弟のことを思って多分もう戦うんじゃないみたいなことを言ったんじゃないのかな。あまり詮索するものじゃないぞ、リア。バージニア大人だな。だが、まあ時間が解決してはくれなさそうだな。ほうほう。よし、この辺撃破したと。お、なんかいろいろゲットしたね。名声30獲得。ゼノイラを相手にするなら私も力を尽くそう。おお、やった、正式に加入って感じ。あ、プリムも加入。なんかアラミスもさ、仲間にできる可能性あったんじゃないかな、なんかうまいことやれば。まあいいか。はい、じゃあとりあえずドラケンガルド、まあなんかいろいろ来てるけど、ドラケンガルドに入ってきたところで今回はここまでにしようと思います。よし、これからじゃあドラケンガルドのここか、ここを目的に進んでいきますね。はい、それでは今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバーイ。